借景王子の独り言ありがとうブルースウィリス。はい、ご機嫌いかがですか。借景王子です。おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい、いってらっしゃい。はい、ブルースウィリスさんが、この間亡くなってたことが分かりましたね。はい、まあアルツハイマーで、引退してたんですけども、亡くなりになってたということで、僕が初めてブルース・ウィリスさんを知ったのは、まあ、高校生の時に見た、テレビドラマ、こちら、ブルームーン探偵社でしたね。その後、大阪に来てから、ダイ・ハードというとてつもない、面白い映画があるということで、お正月、はい、映画館に行って、とんでもない衝撃体験をしましたね。はい、本当に面白かったですね。それまでこういった類の映画はなかったので、本当にびっくりしました。特に普通のおっちゃんのブルース・ウィリスが良かったですね。まあ、その後はアクション俳優とかね、普通にシックスセンスみたいな、いい役者としても味出してましたけど、僕たちはやっぱりダイハード世代なんで、まあ、ダイハードラストデイはあれはないなとは思ったんですけども、まあ、エクスペンタブルズとかね、後年も楽しませてくれましたけどもね、イビカイエイ、クソったれい、まあ、吹き替えはね、誰派なんでしょうね。野沢なつじさんの吹き替えも好きなんですけどね。はい。まあ、サイレンとかしてますね。はい。本当、思うところがいっぱいあります。はい。まあ、僕は、まあ、アルマゲドンとか、いや、本当、ポイントポイントついてくんですね。トゥエルブモンキーズとか、はい。パルプフィクションとかね、ポイントポイントにちゃんとね、代表作がある人なんですよ。ダイハードだけじゃなくて。はい。まあ、好かれてる人だったんですよね。喋りも好きでしたしね。かっこよかったですね。フィフスエレメントも良かったですね。はい。もうね、50過ぎの親父にはもうブルース・ウィリスは永遠のヒーローですよ。カウボーイですよ。ほんと。ということで、ブルース・ウィリスさんのお悔やみを申し上げます。ありがとうございました。チャック教授でした。